そうだよね。だ居合道も初め剣道だったもんね。そうですね、うん、一番初めに俺2月にドグマと打ち合わせして、まあ、もっと前からいろいろ話してたんだけど、でそのまあどうせ俺とやるならこうね、ドグマも今までこう自分でこう自分の PV 演出してやってきたから、なんかこうどうせやるならこう芝居ものというかストーリーものでやりたいねって話をしててね、はい、でそれでその一発目の時にどんなイメージってところの時に、いやその剣道でその面しててこうなんて言ったんですかね、一人で稽古してるやつのそのブワーってオーラが出てるみたいのとかを撮りたいっていうのも言ってて、それも俺もすごいわかるから、なんかああいいねいいねって言って、で初めずっとねプラン自体剣道でずっと組んでたんだけど、そうですね、でもふともうそれで大体組んでた時に剣道場ずっと探しててね、でその時に俺昔何年か前にそのあの居合やった力也から電話かかってきて、俺この頃ちょっと居合を気合入れてやってて、監督見に来てもらえませんかって時があったんですよ、んで久しぶりとか言って見に行ったんですよ居合を。これで本当なんかあいつのよく行ってるような道場みたいなとこで、いきなりあいつがこう着替えて出てきて、ちょっと見ててくださいとか言っていきなり座ってほーとかやり始めて、でいきなりあれやられたもん。その時にこいつなんだとか思って、でそれをあで力也にも、いや剣道だけど居合に変えないって言ったら、力也がもうその方が全然俺やりやすいし、逆に剣道全く分かんないんでみたいな、うん、で剣道は両辺の方が分かるでしょ。そうですね、まだ、はい、うん、だからそれで、あじゃあ居合に変えようよって言ってああなったって感じなんで、そうですね、居合の方がちょっと絵力が半端ないっすね、あれ絵力半端ないっすね。そうだから、で初めはだから剣道もあって、そのなんだろうな、任侠道じゃないけど、うん、こう筋門系のその日本刀磨いてたりみたいなのを想定していて4人目がいたんだけど、うん、でも剣道が居合に変わったことによって、あもうこれで一人で見せられるやっていう、そうですね、風にスライドしてたんだよね、はあ、うん、多少その居合道をやってる、実は警察官の一人稽古と、うん、はい、今からもう打ち入りというか打ち込みに行く任侠道の精神的なぶつかり合いのみで、まあ、獣道っていうものを構成しようかなと思ってたんですよね、うんうん、そうっていうのもやっぱりなんかこう、まあ、こういう、まあ、闇だったりそういう世界観の曲っていうのをすごいいつもやりたいなみたいなことにして思ってたんですけど、撮ってて思ったのがもう全くこうミュージックビデオを撮ってる感じがしないというか、うん、その望遠レンズで撮ってるのが多いですから、うん、なんかまずは歌舞伎町で一番街のど真ん中歩いてて、やっぱカメラがいると、まあ、撮ってますっていう感じで行けるんですけど、カメラがあったら 200-300m 先にあるとあって、その中で演技してくれってやると、なんかもうヤクザ、本物のヤクザの前でこんなこう睨みきかして歩いてたんで、そうですよね、だから最初の俺走ってこうバーってきて、うん、なんか追っかけられてるみたいな走る時も、うん、俺監督見えなかったからね最初、うん、あれ俺が手を挙げたら走ってって言って、そうそうそう、あれいつ手を挙げるどこにいるのかなって、まず人があそこすごいいたじゃないですか、はい、だからまず監督探すのが大変でしたね、これ本物に絡まれたら俺もどうしようと思ったんですよこいつこの真ん中で何やってんだぐらいそうだよね、なんかね、いつの間にかそういうアプローチになったけど、はい、なんかそれが引いては良かったと思ってて、はい、なんかカメラを感じた上で芝居するのと、はい、そのカメラどこなのか分かんなくて芝居する、はい、要はカメラの存在がなくて芝居してるってことは、それってリアリティ、そうっすね、でしかないじゃん、はい、周りの人から見ても、まあそうですね、うん、でなんかだからあと逃げてるシーンとかって、はい、後ろで、はい、へーとかびっくりして振り返ってる人とかいるんだよ、はい、あ、そうですね、周りの、そうそう、いや、めっちゃリアルですよ、ね、そうそうそう、あれが逆にめっちゃリアルでしたね、リアルっす、普通のドラマみたいなものだとあれ NG になっちゃったりするのかもしれないんだけど、はい、あれがめちゃリアル、めちゃリアルですね、でだから周りエキストラつけたんじゃねえかみたいな、そう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 すごいリアルでしたね、そういうのがなんかうまくいったかなっていう気はするよね、そうですね、あとあのそういうね、その、まあ、力也にしろ良平にしろ、そのもう本当にね、うん、もう絵に入った瞬間役者でっていう人たちの間 で、ね、ほのかちゃんはね
芝居経験はほとんどないわけじゃん、はい、めっちゃうまいと思う。現場の時から言ってたけど、なんかすげえなんかなんだろうね。そうですね、俺も自分で見てても最後のシーンで結構もう何も言葉が出ないぐらいに結構グッときちゃってですね。その目でこっち見ないでくればりにちょっと結構グッときましたね。なんかね、すいません、わけわからない現場で。いやいやいや、何度も見てほしいですね。そうですね、まあ、そうですね、何度も見ることによってこうあの曲とあと出てる人たちのストーリーが分かってきますね、どんどん。あ、ここがこうなって、あ、これ繋がってんじゃないとか、うん、そうですね、そういうことだよねみたいなのが、はい、何回も見ればどん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 見てる人が分かっていきますよね、多分。そうですね、1回っていうよりもやっぱ何回も見ないと。はい、うん、であえてそこでちょっとこう繋がってる部分というか、うん、っていうのを本編でそんなに見せてなくて、うん、でそれぞれのストーリーでちょっとずつそのつながりを見せていくっていう感じの、うん、あの作りになってるんで、それもすごいこう面白くなと思う。そうですよね、うん、何回見ても飽きないですよね。いや、いろんなバージョンをこれから多分見れると思うし、はい、そうですね、うん、最後の警察官編とかももうわけがわからないもんね。そうですねもうわけがわからない、もうまっすぐすぎってもすごいなと思うんですね。何なんだろうっていうね、うん、こういう獣道もあるんだって思いますよね、なんかね、うん、まあドグマもぶっちゃけ歩いてるだけだけどね。そうですねそうでも俺あの俺タバコ吸ってあの笑わせない場があそこめちゃかっこいいですね、あれめっちゃかっこいい。俺多分どっかであのちょっとタバコの吸い方パクってると思います。あ、ほんとさ多分ってあれフとかやるのは自分の中で勝手にやったんですか。そうですね、なんかちょっとあの一個曲がったんで。あれ持ち方とかはタバコのやっぱなんかそういうのすごい気になっちゃうんですよ、やっぱタバコ一個持つのにしても火つけるのにしても、はい、なんかあこの人どうやってやった、なんかどう思っなんだろうな、どっからそれが出てきたんだろうって普段からやってんのか、はい、僕が今まで見た中でお芝居いろいろ見てますけど、ああやってタバコ吸った人あんま見たことない。やっぱこう持ち方もいろいろじゃないですか、はいはい、なんかこう持ってる人とかこう持ってる人とか、はい、こう加えてフフってやるなかなか見たことないから、はいはい、あ悪い人ってそうやって吸うのかなみたいなまあそういうことなんじゃないですか。そうですよね、やっぱ、うん、まあ、悪い人にしかできないことなんです、ね、そうです。だから僕はあの悪い役多いんで、はいはい、こうちょっと使えるなっていう俺の中ではなんかドグマは歩きはタクシードライバーのロバート・デ・ニーロなんですよイメージは、はい、もうなんかあの感じなんですよね。あポッポスターっぽい。そうそう、なんかねデ・ニーロ感なんですよね、うん、でも雰囲気があるからいいですよね、まあ、ただ歩いてるだけでも雰囲気でこう、うん、なんか歩いてるだけなんだけど、そのそれこそね多分そのスケジュール的にそれこそね良平とかほのかちゃんとかリキア その芝居側を撮った上でのちょっと時間が経ってからのドグマの歩きだったんで、うん、で歩きの時からもう歩く自体が芝居だよっていうのをね、はい、もうずっと2人で、あただ歩くじゃないんだよっていうのをずっと2人でね構築しながらの歩きだったからね、はい、そうですね、うん、だから多分歩くってこと自体もねそのドグマの中でも多分そのただ歩くじゃん、はい、全くなくなってるもんね、はいはいはい、うん、でもそれで見せられるっていうのがすごいと。いやそうですよね、うん、なんかもうやりすぎちゃうんでどうしてもなんか、はい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 、なんかもうこんなこんな、はい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 、か肩で風切ろうとしたりとか、なんか目もこんな感じで周りをやたら見ようとしたりとかしちゃうタイプなんで、うん、自然にワルでストーリーテリングな感じで歩くってどうしようと思っちゃってですねでも多分僕もよく言われるんですけど、うん、見た目悪いからそのまま入れば悪いっすよ。はい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 、だってもう悪いじゃないですか、うん、入れ墨入ってて、うん、こんな筋肉レスしてとかでもそれだけで歩いてたらあの普通の多分一般の人じゃ怖いですもんね、うんうん、あだから多分ブラーッとかやらなくてももうっていう多分もう正解だと思いますそれが本当ですか、うん、はい、僕も多分昔それで多分お芝居した時とかもいややりすぎやりすぎって多分めっちゃ言われてましたもんね、やっぱうん、はい、いやそんなやらなくていいよっていう。そうですね、真ん中にこう一つのストーリー、男と女のストーリーがそのある感じが、でもよく撮影1日で撮れたよな、あれよ
そうです本当ですね。ね。いや、すごいですよ。ね、チンピラ編、そろそろ見てみますか。チンピラ編見ますか。はい、あ、お前から入ったら何使うんだ。関係ない。俺は女と沖縄でも行って楽しみますよ。なんだスプロは、お前。もっとちゃんと使えよ、パーッと。それぐらいしか思い浮かばないですよ。どれくらい入るかな。兄貴は何やるんですよ。ほら、嫁と子供だ。こいつも真面目っすね。お前まだ結婚しろよ。いや、自分にはまだ無理っすよ。子供なんかいらんねっすよ。一番悲しい。一番悲しい。一番悲しい。対策になっちゃいましたね。そうですね。これを見た後だと本当こうもう一回こう本編を見ると全然こう見方が変わる。そうですよね。ないから思うんですね。なんかループしてもらえると。そうですね。嬉しいなというかこう。うん。もうあれですもん、編集も俺んちで合宿ですもん。あ、そうなんですか。ある程度俺が OK 出ししといて、でもうドグマにも言ったけど、もうそれ以上もうやんないで俺、こっからはドグマでやろうっていうのを決めてて、でドグマが俺んち来て、そっからあ今はこの状態なんだけどってところからもう一緒にやってるみたいな感じ。いつくたばってもいいように布団まで用意してもらって、布団びちょびちょにしてもらってありがとうございます。そういう意味ではすごい、なんだろう、うん、なんだろう、心強いというか、だから一アーティスト、ドグマの作品なんだけど曲として、それ普段はそれを映像にする上では俺がもらって映像にして返すって作業なんだけど、そこの部分も全部一緒にやったから、なんかすごい面白かったっすね、うん、やっぱリアリティからファンタジー作んないとダメっすよ、映像なんて。そう思います。リアルお待ちします。お待ちします。じゃあ今日は、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。